皆さんこんにちは、トムジャブです。というわけで今回なんですけども、サウジアラビアで行われた世界大会に出場したパットプロを紹介していきたいと思います。はい、というわけで皆さんも夜中に見たであろう非公式の世界大会ですね。このオフライン大会では数々の地域から集められた強豪選手がねたくさんいて、ほとんどがねキーマオの選手なんですけども、その中でもパットでかつ好成績を残された伝説のパットプレイヤーをね2人紹介していこうかなと思います。もちろんカードの方も紹介していこうと思うので、よかったら高評価通知の方もぜひよろしくお願いします。それでは早速本編やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょうか。1人目に紹介する選手はオキスという選手ですね。この方は世界大会の最終結果9位というね、まさかの好成績で残された方なんですけども、賞金総額もやばいね。2万って書いてあるけど、これドルだから1ドルだいたい100円で換算するとかなり高額ですね。まあ1位はもっとやばいけどね。早速ねプレイ映像の方を見ていこうかなと思います。はい、ということでやっていきたいと思います。いや、なんだ今のリボルバーのエイム。いやー、うまいっすね。世界大会に出たパッドです。いや、うますぎはい、ワンパンですね。もうワンパンしかない。もうワンパンしかしない。もうどのシーンでもワンパンしかない。はい、もうこれがね世界のパッドですうますぎ。視点がめっちゃ滑らか。いや、うまっ。ヒースコントロールがめちゃめちゃうまいですね。エイムもめちゃめちゃ良くて、はい、これもね滑らかな編集。いやー、ミスのなく、はい、華麗な建築。はい、隙がないですね。もう建築が隙がないです。編集していく。うまい。屋根がうまい。イースコントロールもうまいっすね。これが世界のパッドです。いやー、サブマシンガンのエイムももう化け物っすね。はい、ワンパンしていくと。はい、ワンパン。もうワンパンしかない。はい、これもワンパン。はい。オーマイガー。イースコントロールこれもうますぎ。はい、ワンパンしての対空も。ワンパンしていくと。何これ3連続対空ワンパン。何が起きた今。何が起きた本当に。はい、続いてお二人目はレッドスイ選手ですね。はい、この方はねもう結構パッド勢の方だったらめちゃめちゃね知られている選手なんですけども、コントローラーの方はアストロ C40 というコントローラーですね。結構大きめなコントローラーを使われている選手なんですけども、世界大会でもねアストロ C40 が机に置かれていたので、まあ、多分ね今もアストロ C40 を使われていると思います。というわけで早速ねキルシュの方を見ていこうかなと思います。本当にパッドなのかっていうぐらいでめちゃめちゃね編集が早いんですよ。マジで早いなんか本当にキーマウなのかっていうぐらいね編集めっちゃ早いんですよね。まあ編集が早い秘訣はこれですね。まあ多分スロー再生で見てみればわかるんですけど、めっちゃね最短距離でねマス目を当ててるんですよね。これがね編集が早い秘訣なんじゃないかなと思います。いや、早い編集が。もう壁を置いた瞬間にも編集されてるからね。早すぎる。ちなみにこれはパッドです。はい。もうパッドとは思えないね、これは。早い、早い。いやー。いや、こういう動きができればもうね、パッドは困らないね、本当に。マジで困らない。これできたらもうパッドでいいね。いやー、ピースコントロールうますぎ。いや、うまなぜそこ分かったなぜそこ分かった。いや、うますぎ。こんなプレイできたらもうね、もうパッドでいいんすよ。いやー、これが世界のパッドです。いや、うますぎ。はいはいはい。ちなみにチャンネルの方はね、結構、キルシュが多いんじゃなくて、10分動画とかのそういうね、まあ、アジアとかであるあるの10分動画が多めですね。結構海外の方だったらキルシュが多めな印象なんですけど、レトシー選手だけは10分動画がね結構多めな印象ですね。はい、これはね約8ヶ月前のやつなんですけども、早速ね見ていこうかなと思います。いやー、うまい。フラッチしていったよ。いやー、実戦も公開ましてもね安定してるね、エイムが。
かっこいい視点が。ミスがないですね、編集の。常に最短距離でマスを当ててます。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。次は今回紹介したお二人の最新可能設定について紹介していこうかなと思います。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。ここまでがね、世界大会に出場したパットのプロ選手お二人を紹介していったわけなんですけども、いやもうマジでうまいマジでうまかった。というわけで皆さん今回はね、この辺で終わりたいと思います。この動画がね、少しでもいいなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またわからないところがあったり、やってほしいリクエストがあればコメント欄でぜひ教えてください。またツイッターもやってるので、よかったらそちらもフォローよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。